ああ、暇だわー。はい、すいませんママ何が構えやママじゃないあれ、今日ママ、ね、休みなのよ。あ、そうなんですか。あれで、ね、今日一日ね、おかまバーあらー、おかまバーはい、いらっしゃいませありがとうございます。どうもどうもどうも。去年は一年中 LGBT のニュースで溢れていましたけど、うん、国内に関しては今年はなんか静かな感じがしますね、うん、まあいいんじゃないそれでって話なのよね。うん、ね、去年どんどんニュース多かったしね。そうね、もう全部 LGBT、LGBT。マイナス性かみたいな。どうでもいいと思うんだけど、うん、まあまあでもね、まあ、世界中だね、いろんなニュースがありましてね。あ、ということでね、じゃあまずはね、はい、じゃあアメリカのニュースからいきましょう。はい、まあ、トランプさん知ってるよね。トランプさん知ってます。暴れすぎる。まあ、ちょっとおまかだけど。いやいや、どうもないよ。そんなことない、そんなことない。いや、でもね、トランプさんが、うん、まあ、大統領選挙にも出てて、うん、で、まあ、共和党の候補で候補者にいますよと。うん、で、まあ、最有力ですよって言われてるんだけども、まあ、トランプさんを支持してる、うん、まあ、LGBT の団体もあるんですよね。おー、うん、支持してる LGBT。LGBT。もう言いにくい。ね、まあいいんだけどね。それはいいとして。そうそう、はい、でね、なんて言うんだろうな、どっちかっていうと LGBT の運動っていうのは、なんかどっちかっていうとなんか左翼的なイメージってあると思うんだけど、うん、まあそういうわけでもなくって、うん、まあ保守でもね、当然そういう人いるわけ。うん、例えば、ね、星野代表格みたいな感じで言われるのが三島由紀夫。この人もね、有名な同性愛者でね。あ、へえ、まあ、なんで、まあ、決してね、その、保守に同性愛者がいなくってみたいなこともないし、うん、言うのはなくって、うん、そう。だから当然アメリカでも保守系の人もいる。で、その人たちの団体の、まあ、カップルが、その、まあ、フロリダの、そのトランプさんの別荘。おー、うん、マール・アラゴって言うんだけど、うん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 、ね、マール・アラゴって聞いたことある？トランプさんと安倍さんが、ね、会談するっていう時に、うん、このマール・アラゴでやったっていうんで、ね、そうなんですね。そうそう、だからそういうところでやるっていうので、まあ、他の首脳よりも差を見せつけ的なね、いう感じのとこだったんだけども、うんうんうん、とにかくそこで、うん、その同性愛者の人たち2人が、そこで結婚式挙げたと。あ、すごい、ね。おめでとうございます。おめでとうございます。なんだけどね。うん、で、そしたらね、それに対して、うん、まあ、教のキリスト教のね、福音派っていう人たちがいてね、うんうんうん、この人たちがぶっちゃ怒ってるのね。あ、そうなんですね。やっぱりキリスト教では同性愛を禁止されてるから、うん、そう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 、怒っちゃってるんだ。そうそう。あ、特にその教義に純粋に守りましょうって言う人にとってみたらね、うんうん、そうそう、なんでやねってなったわけね。ああ、そうか、うん、そうか、そうそうそう。まあなんでね、まあ私からしたらね、あ、おめでとうございますなんだけどね、うん、まあだけどやっぱそういう怒る人もいるぞみたいなね。ああ、そうなんですね、うん、まあだけどまあ外国ニュースだし、うん、まあそんぐらいでいいんじゃねえのみたいな他国のことにはね触れたいことがいいと思います。はい、ね、じゃあとりあえずおめでとうございますね。はい、で次にじゃあロシアに。ロシアは同性愛を認めてる国でしょうか、認めてない国でしょうか。ロシアどうなんですかね、うんうん、プーチンさん。そう、プーチンさん認めてない、ね、あ、認めない、あ、認めてる、うん、いや認めないよでもね、プーチンさんね、見た感じね、ゲイが好きそうだよねっていうか、クマに乗ってるとことかね、好きなんじゃねみたいなね、思うんだけどね、うんうんうん、まあ、その人ね、やっぱりね、嫌いなのよね。あ、そうか、そうか、なんで嫌いなのかね。うん、まあ、2013年に、同性愛の宣伝禁止法っていうのがね、施行されてて、うんうんうん、同性愛の宣伝することはダメですよと。宣伝がダメ。うん、うん、そうそうそう、まあ、もっと言うとロシアがもともとソ連の時代っていうのは、うん、同性愛っていうのはロシアでは犯罪、ソ連では犯罪だったんだけども、うん、ロシアになって、まあ、要はソ連が崩壊してから、うん、なってから、うん、要はもう犯罪じゃなくなってたのね、同性愛は。ところがプーチン政権になって、うん、2013年になって、うん、まあ、変わったと、うん、で、まあ
あのその理由としてね、まあ、どうなるかってなるんだけれども、まあ、とにかく今回のニュースっていうのは、そのためにその、まあ、例えば日本で言った村上春樹とか、さっき言った三島由紀夫とか、はいはい、まあ、こういう人たちの同性愛関連の書籍が一斉に発禁処分になりましたよっていうのがあるんです。それも宣伝になっちゃうからですか？そういうことなんですね。そうそうそう、まあ、流布することがやっぱ良くないよってなるんだけど、ね、でまあ、これを問題どう考えるかなんだけど、これっていうのは結局、まあ、書籍を、ね、出さないように見せないようにするっていうことだから、まあ、昔のチャイナで言ったら粉書って言って、ね、あの要は読む書物を燃やしてしまおうと、まあ、見せないんですよというようなことなんだけども、偏った情報しか与えないみたいな。そう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 、政権として、あの要はなんだろう、これはいいよっていうものしか見せない、ね。ああ、へえ、独裁者ですね。そうだよ、独裁者。独裁者ですよ。で、今回選挙通りましたよ、というか、今回どうなんだみたいなね。なんだけど、まあ、ただ、これなんでやってるのかっていうのだって、まあ、それと、その本心はね、プーチンさんかどうかわからない話だけれども、ただ、まあ、例えば、保守派の味方をつけたいって、もしプーチンさんが思ってるんなら、その目的は達成されてるかもしれないですよね。まあ、保守派の人たちはその法律とかもしっかり守りたいからっていうことで、まあまあまあ、特にあの、ロシアもあのギリシャ正教でキリスト教の国だとか、ね、いうのもあるし、まあ、やっぱりその前も言ってさっき言ったソ連の時代っていうのは同性愛は犯罪だったから、まあ、その時代を知ってる人たちにとってみても、やっぱりどうなんだって思ってる人はいっぱいいるわけだし、だからプーチンさんの味方を増やしたいっていう意味ではもしかしたら成功なのかもしれない、あ、なるほどね、ただプーチンさんが本気で同性愛者を撲滅してと思ってるんなら、それは逆効果ですよとは思いますよね。やっぱりそんなことでなくなるかって言ったらなくなるね。だって感情の問題でしょ。そうそう、ね、じゃあそんなの封じ込められても、ね、ね、ね、愛するっていうことを考えるときにいちいちね、男だから女だからとか、その人が好きだからなんだから、それがたまたま同性だったっていう時に、それを禁じられてもねって話だもんね。ねえ、でも禁じられたら禁じられただけ燃えちゃいそうですね。そうなのよ、それなのよ。ねえ、あら、そうそう、逆効果ですね。逆効果でしょ、っていうところで。まあまあ、ただね、これもさっき言ったように、外国ニュースですしね、まあ、ロシアの紛争のニュースですよっていう感じなんだけれども、さあ、今度は日本です。結局、去年の、ね、12月に、角川書店がトランスジェンダー本を出すっていうニュース、それが販売中止になりましたっていうのは知ってます、志保さんに教えていただきました。私が言ったのか。あ、言ったわ。思い出した。そうそう、だから、去年の12月に角川でそのトランスジェンダー本を本屋アメリカで翻訳されたものを日本に出そうっていう話になってたんだけれども、まあ、それが結局その特にその左翼系の人たちから、リベラル系の人たちから発禁処分にしろと、出すなと、販売中止だって言って騒動が起こったと。で、まあ、私からしてみたらそのやっぱ言論の自由もあるし、ね、そのやっぱりそういうの発売な販売するっていうのはね、それは当然その自由を守らないといけないと思うので、その内容がどうであれですよ、出さないといけない、出さないっていうことはダメだろうってことで結構 X 上でも論戦したんだけれども、その時に言うのがね、要はその販売中止しろって言ってたけど、これはヘイトボンだからしろ、販売中止しろって言うのね。読んだのか。そうなの。読んだのかな。読んだのか、販売されてもない本をいつ読んだんだお前って。すごいね、エスパーみたいな。でしょ、エスパーが言ってることが意味わかんねえってなって、まあ、何言ってるのかなと思うんだけど、まあ、ただ結局角川はその圧力に負けて販売中止したんですよね。あ、そっかそっか。そう、だからこれっていうのは、まあ、ロシアを笑えないよねって言ったんですよ。そうだよね、これも偏った情報になっちゃうよね。禁止したってこと、禁止っていうかそういう、みんなが情報を知るのが阻害されたってことだ。おかしな話でしょ、なんでってことになるわけよ、でそれがね今回
まあ、4月の3日発売ということで、うん、まあ、産経新聞出版さんが、うん、新たに、うん、まあ、出しますよってことになったわけですね。うん、すごいね、うん。そうそうそう、よかったよかった、なんですけどね。まあ、今回ね、こういう形で発売になったということもありまして、うん、まあまあ、産経新聞出版さんね、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。で、もちろんね、批判するなじゃないんですよ。うん。うん、まあ、読んでもらって、うん、で、もしその内容が本当にヒートだとか、うん、これはさすがにその問題だろうって言うんだったら、うん、読んだ上で批判するっていうのはいいと思います。うん。うん、そうですよね。それも言論の自由だもんね。そう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 。うん、ただ、読まずに批判するっていうのはおかしいよっていうこと。そうだね。そう。想像の世界だもんね。そうそうそう。読まずにっていうのはね。で、しかも、別にその政府がね、うん、強制的に配って、うん、お前ら読めって言ってるわけじゃないわけよ。まあ、確かに読みたい人が読むっていう。本屋さんに行ってお金出して買うわけでしょ、うんうん、それをするかしないかはあくまでも個人の自由でしょ、うん、って話なの。自分次第だもんね。そうそうそう、強制されてその本を、うん、見たくないのに見るじゃないもんね。じゃないからね、うん、そう。ということで、チャンネル登録コメント欄よろしくお願いします。はい、お願いします。